美しい。月明かりで本を読む姿、君は女神だ。森の精、玉乗りの天使。さあこっちを向いて。はあ、その水晶のような瞳、さくらんぼのような唇、そしてソーセージのような足。ストップ。歩いて、スキップ、ホップ、ステップ、ジャンプ。かわいい。あのトラパンツ、はい、いいわよね。いつもアミちゃんだけモテてさ、アミちゃんだけって。誰かいるの？ゲロ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 。なんだ、カエルか。ねえ、人が口説いてるんだからちょっとはこっち向きなさいよ。あ、ごめんなさい。あとここまで読ませて。はあ、で何読んでるの？医学書。医学書。お医者さんになるのが夢なの。へえ、君の夢か。ええ。あ、キスしちゃう。もっと見てみたいな、君の夢。ワン、ツー。なんだ、あんたたち見てたの？アミちゃんに何するつもり？どうも最初から怪しいと思っていたんだ。ちょうどいいわ、ついでにあんたたちの夢も覗かせてもらおうかしら。逃げて、アミちゃん。早くサキちゃんに変身するよ。うん。さて、バカな子たんたちの夢を覗かせてもらおうかしら。ワンとツーはもうやったわね。ではスリー。なんと美しい夢。でもペガサスはいない。そっちは？くっそ、必ずいると思ったのに。悪いけど、あんたたちには死んでもらうわ。美しい夢を持つ者は全てこの世から抹殺しておかなければ、いつペガサスが入り込んじゃうかもしれないものね。あたしの可愛いレムレスちゃん、やっておしまい。待つのじゃ。まあそう慌てるでない。どうじゃ、この人たち感じる強いエネルギー。ほう、まだ殺すには惜しい。利用価値がありそうじゃ。やれ、早く押し。そうだ、その目じゃ。憎いか。憎め、すべての人間を憎め。それがお前の使命。やれ。アミちゃん。よくもアミちゃんを。アミちゃん、気安く呼ばないでよ。彼女に何をしたよ。失敬するのよ。触らないで。どうしたの？いつもの優しいアミちゃんはどこへ行っちゃったのよ。どうもしないわ。これが本当の私よ。友達や大人たちみんな言うわ、私のこといい子ってなんなのよ。いい子って勉強できてお行儀よくていつも元気で素直で笑顔で、もうやいい加減にして、もうやうんざりよ。いい子私をよく
これからは我々の手助けをしてもらおう。ペガサスを生け捕り、ゴールデンクリスタルの在りかをやつから聞き出すのじゃ。よいな。人間どもの夢を吸い取れ。美しい夢などないせ、黒い夢をまき散らす。ウサ、何？俺がもし消えたらどうする？何言い出すの突然。マモちゃんが消えたら星も消え、月も消え、私の夢も何もかもが消えてしまう。俺たちの夢はそんなに脆いものなのか？マモちゃん、永遠だろ。俺たちの愛は、俺が消えたら多分熱い風になる。私には友達もいない。美しい夢など見たこともない。